パクパク奥野です。今日はレンジでびっくり美味しい本格タコライスを作ります。豚ひき肉 300g とケチャップ大さじ4、中濃ソース大さじ1、チリパウダー小さじ2をよく混ぜます。火の通りを均一にするために塊を潰しながら平らにするのがポイントです。ふんわりラップをかけたら600ワットで4分チンします。取り出したら塊をほぐしながらよく混ぜてまた平らにします。もう一度ふんわりラップをかけて今度は600ワットで3分チンします。取り出したら塊をほぐしながらよく混ぜて5分置いてお肉に水分を吸わせます。その間にレタスとトマトを細かくカットしておきます。はい、そしたらトッピングです。もしあればトルティーヤチップスやチーズを乗せるとさらに本格的になります。家族にはセルフトッピングをしてもらうのも楽しいです。セルフにしておくと子供たちは楽しさにつられて野菜ももりもり食べてくれます。レンジで作ったとは思えないほど美味しくて本格的なタコライス、よかったら作ってみてください。この日の献立は YouTube でもアップしてます。よかったら見てね。